私なんか小さい頃には小学校から入ると野球をすぐやってます。野球しかやるために男の子ってのは。それで日暮れまでみんなで野球やって、それで帰るときにずっと帰り道夕方の空に一番星が出てる。みんなで一番星見つけたなんてみんなで歌を歌いながら、勝手に歌を歌いながら、帰ったのをよく覚えてる。今はそういう生活があまりなくて、金星を見たこともない子供もいっぱいいるんじゃないかと思いますけど、親子で星を見るなんていうチャンスをできるだけいっぱい作っていただければね、いいなというふうに思いますね。で、この写真を見ると見えますかね、これね。よく見えないな。まあ、赤目星が夕方見えたらあれは金星だって思って間違いない。西の空にね、太陽が沈んだばっかりの空にポッと出てくると大体金星ですね。で、お月様はもちろんすごく明るいわけですけど、もうそれの次に明るい。で、一般には金星のことを一番星というふうに呼んでるわけです。で、金星の写真をね、いろんな地方から撮ってくれてるのがある。例えばこれ沖縄で撮ってくれた金星です。これが金星ですね。これは水星だと思います。で、お月様がここに水に映ってるんですね。そんなような写真からこれは東京で撮った金星とやっぱり水星ですけれども、ここになんか線が入ってます。これは国際宇宙ステーションです。ちょうどそのそばをかすめて通った時に写真を撮ってくれたんですね。国際宇宙ステーションっていうのは皆さんあんまり見たことないかもしれませんけど、ぜひ見てみてください。 JAXA 宇宙航空研究開発機構というところのホームページを見ると、国際宇宙ステーションを見ようっていうところがあって、それをクリックすると相模原っていうここの場所を入れたら、何月何日の何時何分頃どっちの方向を見れば見えるっていうことを書いてありますから、そういうチャンスを見てる。時によるとものすごく明るくなります。ずーっと動いていく様子が見えますから、一度話のために見ていただきたいなと思います。これは長野ですか、唐松の梢輝く金星。それからこれは沖縄ですね。これは長崎、長崎の平和記念像のそばに輝いている、そういうものをいろいろ送ってくれているんですね。それで星の写真だから真夜中に映した金星っていうのが欲しいんだけど、